皆さんこんにちは。今日はね、私もずっとこの RX100 シリーズ、ね、これはM7 なんですけども、使ってて、まあ子供のね写真やビデオを撮ったりするんですが、去年ねこれ M7 に買い替えたんですよね。シューティンググリップ付きのやつ、RX100M7G ってやつかな、シューティンググリップ付いてるやつを買ったんですけれども、ワイヤレスが出たんで、まあ、そっちもどうかなと思って、買ってみました。これね M7 は私の仕様はね、この裏ちょっと見にくいんですが、保護ガラスシート、アルファの保護ガラスシートで PCK の LG1 っていうやつ、ちょっと高いんですけどね、を貼ってます。すごくクリアでいいですね。で、ここねアタッチメントは、Mark7 用の、レンズメイトのねアタッチメントつけて、で健康のプロテクターかな、健康のプロテクタークイントかな、つけてます。でマイクは、これはオズモのね DJI オズモの FM15 にモフモフです。こういうね大きいやつも持ってるんですけど、大きいってもそんな大きくないですけどね、ソニーの純正のやつも持ってるんですが、こっちの方がね楽なんですよ。楽ということで、こういう仕様でね使ってます。でここにね3つ並んでるんですが、これがね一番最初にね前の RX100 シリーズで使ってたやつかな、GP-VP-T1 ってやつね、これです。最初ねこういうものなかったんですよね、シューティンググリップ。2013年の7月ですね。もう見ての通りビデオ用ですね。ここが長いですよ。こう持って使うんですけど、ここが長い。マウントできないことは ないんですが、ちょっと不格好なんですよね。で、この M7 を買った時に、まあ、キットがあったんで、まあ、一緒についてたのがこれなんですが、2段目のね。VCT-SGR1、2018年8月発売ですね。小さいんですよ。小さい。でね、マウントするとこもカメラ用なんで、こう横に長いんですよね。とてもいいんですよね、これ。小さくて。重さが 93g、 前のが 116g、 93g、 大体一緒ですけど、ね、100g 前後っていうことですね。これ RX100M7 と、ね、一緒に使ってて、ね、とても良かったんですけれども、私ね使いながらね、これ唯一欠点があるとすると、このねケーブル邪魔なんですよ、これが、ね、マイクはね、この L ターン変換コネクタにね、このオドモの FM15 つけてるんで、まあワイヤードですけど、ワイヤードっぽくないでしょ。これこうつけるとコントロール端子ね、やっぱり邪魔なんですよね。
これのねワイヤレスが出たら買おうと思ってたんですよね。いつか出ないかなと思ってたら出たんですよね。で出たのが一番下のね、GP-VPT2BT Bluetooth ですね。2020年1月31日これなんですけど、大きさの比較でかい、でかいです。こんなに違います。で重さも 215g あるんですよ。大体倍以上の大きさになるんですが、重さも結構あります。で持った時にねずっしりくるんですよ。ずっしり、これに慣れてるとね重いなと感じると思います。ただねワイヤレスができるんですよね。それがねすごく使いやすい、取り回しが楽なんですよ。ちょっとマウントしてみましょう。簡単ですよ。よいしょ。でもちろんねこのここも稼働するし、ここね押すと一回押すと90度ずつ回るんですよ。これがね地味にですね、自撮りするときとかね。切るのはムービーボタンと写真ねフォトのボタンとこれロックのスイッチです。これロック誤動作ねさせないようにするにはこのロックのスイッチは結構いいですね。このスイッチね私は使ってませんが、こういう切り替えのね設定の切り替えのボタンもあります。あとテレとワイド、あとはねそうここのね横のとこにのこれ回すとね軽くなったり重くなったりします。ここをねこうしてグーってやるときにちょっとギュッと締めると重くなります。短時間、ね、構えてる分には持ちやすいですね。ただねこれ長くねこうずっと持ってるとね疲れます。で、まあ、長くね固定値で撮りたい時も一脚かね三脚持ってた方がいいなと思いますけども、まあ、スナップ的に写真とか動画を撮るにはとてもいいね。もうすぐ起動します。今電源入れただけでしょ、ね、簡単、とっても簡単です。ということでまあ一番最初に買ったこのP-BPT1 これはねもうちょっと使わない感じがしてますが、これはね
ギャードですけど軽いんでね、もしかしたら他のコンデジね、持ってるんでこれ対応できるやつねに使おうと思ってます。で、新しいこのね Bluetooth のやつはこれからねこの RX7 専用でね使っていきたいと思います。これね大きいのはねやっぱりねあれだと思いますわ。大きいカメラ乗っけるためにね、比較的この全体的にこの大きくなってるんだと思うんですけれども、まあ、こういうね小さいカメラでもね、まあ、使い勝手はいいのかなと思います。ということで今日はね、新しく出た GPVPT2BT ないね、のご紹介でした。またお願いします。